自分は武田八生、所轄警察署組織犯罪対策課警部補であります。主な仕事は架空領収書による公金横領および麻薬の密輸販売、暴力団との業務提携、そして警察犯罪の隠蔽工作であります。警察は国民の敵じゃないし犯罪もやってません。そうだろ、よく警察官逮捕されてんじゃん。あんた変わったわね。その分稼いでんじゃねえか。警官殺しときた。全ては順調のはずでした。本にはな、逆らっちゃいけねえものが二つあんだ。天皇陛下と警察。大体バレたってさ、俺たち自分から辞めるって言わない限り首がない世界なんだから。日本の警察について一言で申し上げますと、日本最大の暴力団ということになります。To describe the Japanese police in one word, I would use the word 暴力団 or gangster. どれだけ知ってるんだこの男は。わかりません。責任を持って解決してくれるんだろうね。パパ、警察、検察、裁判所、報道、みんなで一人の男の人生を抹殺したんだ。なんだよこれ。